時刻は夜12時になりました。ジェイブスパークを機の皆さん、こんばんは。三代目 J ソルブラザーズのボーカル、今市隆二です。今晩もよろしくお願いいたします。はい、今日は11月5日ということで、ボアさん、ブラザーコーンさん、誕生日おめでとうございます。はい、今日はアーティストに寄せて、あ、まあ誕生日だからね、寄せるとかないもんね。はい、ボアさんはね、同い年なのかな。うん、もうスーパーアーティストですよね。はい、ブラザーコーンさんももうボンビーロングでお世話になっております。素敵な一年にしてください。はい、今夜はですね、先週セカンドシングル Good Love Your Love をリリースしたディープスクワットからディープタカさん、宇原優輝くんが遊びに来てくれます。ファーストシングルの時にはケイセイくん、比嘉鈴木くんが来てくれましたが、今日はまた違ったメンバーが登場するということで、いろいろな話を聞ければなと思います。この番組はツイッターもやってます。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JAVE をつけてつぶやいてください。インスタグラムのフォローもお願いします。アカウントは JAVE アンダーバースパークアンダーバー JSB3 リュウジです。というわけで、三代目 J ソルブラザーズのボーカル、今市隆二がお送りする JAVE スパーク、今曲からスタートです。それでは聞いてください。三代目 J ソルブラザーズでソーライト。J-WAVE Spark. This program is brought to you by 牛乳石鹸ほか。81.3 J-WAVE Spark.毎週木曜日は三代目 J ソルブラザーズのボーカル、今市隆二がお送りするスパーク。それではここで本日のゲストに登場していただきましょう。お名前をどうぞ。はい、どうも皆さん、ディープスクワットのタカと宇原優輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ディープスクワットから、タカさん、そして宇原優輝くんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ご無沙汰です。かなりめちゃくちゃ久しぶりです。最後だったらいつですかね、自分とタカさん。ニューヨークですいや、プライベートはそうかもしれないですね。そうですよね、仕事でもそんなにお会いする機会もないので、うん、だってあれもう 2,3 年前ですよ。めっちゃ前ですね。お久しぶりです。お久しぶりです。で、宇原優輝くんは、はい、初めましてですね。初めましてです。初めまして。なんと19歳と、はい、ということで、一番最年少ですか。ディープスカットのメンバーで、新メンバーで最年少ですね。はい、あ、じゃあ今日は最年少、あ、タカさんって今おいつですか。僕は37で、年齢的には雄一郎が最年長なんですよ。なるほどなるほど。じゃあタカさん、そうか、37歳と今日19歳。はい、よろしくお願いします。息子だよね、もう年齢。そうですね、離れてます。すごいね、19歳って。そうですね、本当ありがたいですね、入れていただいて。いやいや、何を言ってるんですか、もう新しい風を。はい、昨年、あ、2年前かもう、はい、あ、昨年だ、うん、昨年です。昨年に、はい、ディープボーカリストオーディションをさせていただいて、そこで宇原優輝、そして比嘉鈴木、はい、杉山良治っていうメンバー3人を、うん、そこで見つけて、うん、新たに6人体制でディープスカートとして、結成して、うん、3ヶ月前にですね、うん、結成1年を7月に迎えたと、はい、いう状態でございます。でも、もう1年経つんですね。もう1年以上経ちましたね。早いですね、はい、どうですか宇原くんは1年経ってみて。そうですね、でもかなりもう1年間と思えないぐらいもう濃い1年でしたね、うん、あ、もう忙しい、はい、もう忙しかったし、やっぱ刺激、毎日が刺激の、まあそうだよね、連続でした。はい、タカさんめっちゃ怖いでしょ。いやマジ。今しかそんなイメージしたの。いや怖い。いやいや、なんか怖くない、大丈夫。優しいです。優しい。うわー、これちょっとなんか言われそうだな。え、誰が一番怖いとかある。なんかやっぱり思うんですけど、やっぱりその新メンバーを入れて、やっぱ最初ってやっぱりそのグループ入る前も一般人じゃないですか、うん、そうそう、はい、だから、うん、そのノウハウをやっぱ教えなきゃいけないわけじゃないですか、うん、先輩として。だからやっぱり全部が優しいってことはないと思うんですね。まあ、確かに、そうですね、うん、怒っていただ、厳しくいただくとこは、はい、で、その厳しくしてもらう中で誰が一番厳しい。悪いわ、まあ、悪い。まあでも本当に、まあ、そうですね、お三方とも
出し方なんですけど、はい、まあ一番選べって言えば雄一郎さんそうだなが一番やっぱそうなんだね、まあ、厳しいですかね、はい、結構でもバンバン言ってくれるタイプじゃないですか雄一郎さん。そうですね、うん、もうバンバン言ってください、いい意味で、はい、そうでも、まあ、一番、まあ、厳しいのはじゃあ雄一郎さんっていう、はい、で高橋さんどうですか宇原くんは。いやその1年経ってみて1年経ってやっぱ伸びしろがすごい若いっていうのもあるんですけど、うん、やっぱこの世界に入っていろいろこう学んで吸収するスピードが半端じゃなくて、この1年ちょっとで歌がめちゃくちゃ良くなったっすね。いやありがとうございます。いいですね。びっくりするぐらい。ありがとうございます。もうレコーディングとかもそうガンガンやってるんです、ね。ガンガンやっててプリプロとかねリハーサルも、はい、トレーニングも結構いろいろやってるんですけども、日に日にやっぱり吸収して成長していく姿を見ると、はい、逆にこっちも刺激的ですね。あいやこれちょっと負けてらんないなというか、へちょっとちっちゃい背中は見せらんないなみたいな気持ちにはなりますねそうですよね。やっぱりその後輩とかがいるとやっぱ自分もそのソロツアーとかやった時に思ったんですけど、うんうんうん、やっぱり下にこう後輩とかがいると自分もすごい鍛えられますよね、うん、プレッシャーも感じるし、うん、ハート強くなりますよね。ハート強くなそうすごい。だからそこも、まあ、そうですよね、はい、なのでその3人新メンバー入った中宇原くんはどういうキャラなんですか。どうだろうな夕日が、うん、いやでも一番自分に厳しいかもしれないです、うん、ストイックさあるからなんかプライドいい意味ですごいシンガーとしてのプライド持ってて、うん、僕はこういう風にやりたいんですっていう。あもうすごい結構うん、言えるタイプで。そうですね、そうですね。めちゃくちゃいいっすねきちんとこう、うん、先輩だからって、うん、気使わないで歌のことに関してはこういろいろいやこっちの方がいいと思いますとか。おおすごい。そういうなんかちゃんと自分の理想をきちんと見えてるのかなっていうのは、うん、歌からも人間性からも感じるんで、うん、そうだな。そこってすごいいいとこじゃないですか。めちゃくちゃいいところです。だってもタカさんって言ったらもう大先輩じゃないですか。そうです、ね、だって自分からしてももういやいやいやまずはカラーの高さんなんで本当にイメージ的には初期の淳さんとはやっていた、まあ、だからすごいもうね歌手活動も長いですし。そうですねもう16年はいなりますね、はい、ですよね、はい、そんな方にこうなかなかね言うことって、はい、結構大変だと思うけどでもそこもね、ちゃんと言えるってことはすごいいいことだと思うんですけども。ありがとうございます。やっぱそこは負けられないところもあるんだ。まあそうですねでも自分の意見はやっぱちゃんと言っとかないと、うん、なと思ってんですけどまあでも言い方とかまだまあちょっと未熟で、うん、はい、 いやそんなこと言い方とかが気をつけたいなとかあそう思います。はい、いやいいところだと思いますよ。はい、ということでですねこの後もいろいろとお話を伺っていきたいと思います、それではここでディープスクワットのファーストシングルお届けしましょう。それでは曲紹介お願いします。はいそれではお聴きくださいディープスクワットで Get With You。お送りした曲はディープスクワットで Get With You でした。今一度時間をお送りしているジェイブスパーク、ここではリスナーの皆さんからいただいたメールをタカさん、宇原くんと一緒に紹介していきたいと思います。ラジオネーム朝ちゃん女性の方ですね、リュウジくん、タカさん、宇原さんこんばんは。こんばんは。デジタルシングルリリースおめでとうございます。グッドラブユアラブのタイトルにちなんでお二人の今一番ラブなものを教えてください。どうでしょうかお二人は。ラブなものラブなものですよ。夕日はある。そうですね僕食べ物なんですけどいや間違いない。すいませんもう間違いないな。はい今ちょっとパスタにハマってまして。パスタ。パスタです。パスタ、ね、はい、食べ盛りだもんね絶対。そうなんですよもう食欲が止まんなくて、うん、最近もなんか、うん、近くのパスタ屋さん行ってきました。一人で行ってきました。ダメだよ一人で行ったら誘えて高さん払うやん危ないよ。いやいやいやお金だけ払って帰るからさ。いや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 それも冷たい。それも一緒に食べましょう。それも一番冷たい気使うかなとで何パスタとかあるの。僕一番がやっぱボロネーゼパスタ。ボロネーゼ、うん、ミートソースのが一番ひき肉系だ。そうですよね。はい。となってそれをじゃあ一人でパスタ屋行って、はい、
ちょっとボロネーゼお願いしますって言って一人食べて一人食べて、なんかそこのカフェでゆっくりするのがめっちゃ好きで、なんかそこで読書したり、読書とか、はい、好きでよくやってます。結構王子様キャラですか、もしかしたら。そうなんですよ。いやいや、はい、そう、なんかずるいよな。何だって19歳の時に一人でボロネーゼ食べに行きます。いやいや、19歳の時だって今しかボロネーゼとか知らなかった。まだ知らないね。本当ですか、はい、パスタも食ったことない。カップラーメン、カップラーメンとかしか食ったことなかったんで、カップ麺のパスタしか食ってもらう。そんなカフェとか行ったことない。敷居が高すぎてとんでもないです。あ、じゃあキャラ的にじゃあちょっとこう王子様的な感じもあるんですかね。そうかもしれないですね。なんかちょっと空とか見るの好きとか。ああ、好き。なんかこうピュアな高青年男子って感じだね。プラネタリウムとか一人で行くでしょ。いや、行きたいですね。あ、行きたい。全然行けちゃいますね。そうということで、じゃあパスタってことですね、浦和君。はい。高さあります、ラブは。僕はね、腹筋ローラー。腹筋ローラー、あれですか、寝てゴロ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 って。はい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 。あいつがいないと俺生きていけないかもしれないです今。あれめちゃくちゃきつくないですか。きついんですけど、僕もう30になってからかな、炭水化物を一切取ってないですよ。7年間。一回もですか。一回も。あ、プロテインバーとか食べてるんですけど、いわゆるその麺類とか小麦とかご飯を全く食べないようにしてる生活を今してて、でマジックもこの間さっき言ってくれたんですけど、カラーの印象だと僕もう全然体型が違うんですよ。いや、正直言うとカラーの一番がたいがいい方でしたもんね。そうですね。当時110キロぐらいあって、はいはいはい、そっから今多分45キロぐらい減ったんで、50キロぐらい痩せたんで、それが癖で、もう腹筋ローラーがないと毎日やってないともう嫌で。へえ、腹筋ローラーラブス。いや、相当やってますね、その感じは。はい、もうちょっと。じゃあもう今バキバキバキじゃないですか。それはなかなか割れないですよ、年のせいか。え、この7年間やってて、やっぱなんかちゃんと食べないと割れないんですよね。今市くんとかめちゃくちゃいい体してるじゃん。いや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 、はい、あ、やっぱちゃんと糖質も取ってんの。やっぱり筋トレした後は米食わないと筋肉になんないっていう風に言われてまして、で俺も基本的に炭水化物は抜く生活なんですけど、なんかその筋トレした後には食べるようにしてますね。でやっぱ炭水化物取らないとパワー出ないじゃないですか。確かに確かに。だ、それも良くないなと思ったんで、ちょっとこう食べるようにしてるんですけ ど、あ、効率が悪いかもしれないですね。ちょっと確かに悪いかもしれないですね、もしかしたら。いや、もっと早く言えばよかった。7年目の真実ですねこれ。7年目、ちょっとちゃんとトレーニングの後は食べるようにします。そうですね、食べた方がもしかしたら悪いかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。ラジオネームももこちゃん。リュウジ君、高橋さん、ゆうひ君、こんばんは。ディープスクワットのセカンドシングル「グッドラブヨーラブ」はドラマのエンディング曲として起用されていますが、ドラマの中で主人公は触れた人の心を読める魔法を使えるようになります。もしも魔法が使えるとしたら、お三方はどんな魔法を使えるようになりたいですか。はい、どうですか、ゆうひはどうですか。僕、そうですね、まあこれ結構ちっちゃい頃から思ってることなんですけど、はい、時間を止めたいですよね。おお、はい、で自分だけ。そうなんですよ、動けるみたいな。自分だけ、なんか眠たい時とか、うん、もう今から家出なきゃって時に、うん、ちょっと時間止めて仮眠していくみたいな生活をしたいなと思って、うん、なるほどね。だから空城城太郎のスタープラチナってことだよね。すいません、ちょっと分かんない。ちょっと分かんない。ちょっと時を止めれんの。あ、そう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 、仮眠したい。そんな感じ。そうですね。ちっちゃ。そうですよね。仮眠でいいの。まあ、あるっしょ、持ってる。よく言えばいっぱいありますけどね。もういけないことしか思いつかないわ。ありがとうございます。もうとんでもないですよね、時間なんか止められたら、ね、止められちゃったらもうやばいですよ、僕と今市くんは。いやいやいや、語弊があるかもしれない。語弊が。ごめんごめん。なんかありますか。僕は瞬間移動です。まあ、間違いないですよ、これは。やっぱ今こういう状況下だからこそってのもあるけど、うん、やっぱ瞬時にそのね、好きなところに移動できるっていうのは
夢じゃないですか。夢、夢です。万国空がね、万国空がね、はい、万国空がね、言っていいのか。いや全然大丈夫ですか。悟空知ってる？悟空、悟空いや、もうドラゴンボール大好き。あ、知ってる、はい。でも結構もしかしたら知らない方もいますよね。確かにジェネレーションギャップあるよね、うん、瞬間移動は間違いないです。でも自分もそうっすね。まあ空飛ぶか武庫術かスーパーサイジンになる。スーパーサイジン、うん、スーパーサイジン知ってる？いい、知ってる。スーパーサイジン今けんな。そうですね、やっぱドラゴンボールですね。ドラゴンボールはもう夢、男として夢の世界ですから。あれはやっぱ強い男になれるし、空飛ぶとか最高だね。やっぱ鳥とか見てるといいなって気持ちよさそうだしますよね。確かに、いやいいですね、うん、はい、ということでそんな感じで、それではここで一曲お届けしたいと思います。今日はですね、お二人にですね、秋に聴きたい一曲というテーマで選曲してもらいました。ここではタカさんの選曲をお届けしたいと思います。はい、誰の何という曲ですかね。はい、スクーポンサンバディさんのモミジという楽曲なんですけども、はい、まあこれを曲を選んだ理由としては、まあ、スクーポンサンバディさんといえば僕ら世代のシンガーの憧れというか、もう自分もそうですね。そうですよね、はいはい、ジャパニーズ R&B、 ジャパニーズ R&B もう大好きで、もうプライベートでもすごい可愛がってもらってて、うん、このモミジっていう曲はもうこの時期にぴったり、もうねエロいんすよ、ボーカルの竹さん、竹さんミスターセクシーで、うーん、まあ、僕の目標でもある、そしてこの時期にぴったりなモミジという曲を、はい、聴いていただきたいなと思います。はい、それでは曲紹介お願いします。はい、スクボンサンバディでモミジ。お送りしているのはスクボンサンバディでモミジ。はい、ありがとうございます。なんとこの曲は主題歌になっている映画があるということで、それがラジオを題材にした映画で、はい、まあ、ジェイブもそこでちょっと取り上げてもらっているということで、もう完璧な選曲です。狙ってないですよ。すごいです。狙ってないですからね。優しすぎる。いやでもよかった、よかったっす。でも、はい、でもいい曲ですね。いや、もう青春ですよ。本当スクーポンサンバディはやっぱり本当青春ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、続いてはこちらのコーナーです。ジェイブの新番組スパーク、木曜日は三代目 JSOULBROTHERS と今井チルジが担当してます。ここからは夢を叶えるために役立つ情報や夢が見つかるヒントになるような情報を紹介していくスパークドリーマーのコーナーです。今日はタカさん、宇原雄貴くんの2人に夢に関するお話を伺っていきたいと思います。はい。はい、ということで、タカさんは、まあ自分としてはもうカラーの方っていうイメージが強かったんですけど、で、その前に専門学校。そうですね。ESP、 ESP からもカラーになったって印象があるんですけども、そうですね、一番最初にシンガーになりたいっていうそういう思いを持ったのはいつ頃なんですか。僕は聞いてみたかったですね。具体的に言うと、はい、夢、歌手になりたいと思ったら中学校1年生の時ですね、うん、英語の授業で速写ってわかるかな、聞いて、はい、聞き取ってそれを字に起こすっていうので、それが楽曲だったんですよ。楽曲の歌詞を耳だけ、リスニングだけで書かなきゃいけないっていう授業があったんですよ、はい、めちゃくちゃ高度な授業、高度な授業だったんですけど、はい、でそれ、その時に聞いた洋楽はサイモン&ガーファンクルさんの明日にかける橋っていう、すっごい素敵な、もう70年代かな、1970年代のあの2人のシンガーで、ハーモニーがすごい素敵な大スターですよ、アメリカでは、うん、のその人の明日にかける橋っていう曲を聴いた時に、はい、もうハーモニーに魅了されちゃって、ああなるほど、うん、その当時僕ビジュアル系のロックバンドとかやってたんですけど、あ、でももうやってたんですよ、音楽は大好きでやってて、でもなんかプロっていうよりかは楽しかったからやってたみたいなやってたんですけど、あんまりそういうハーモニーっていうものにあんまり興味がなかった時期で、中学校の時は、うん、でその曲を聴いた時にもうペン止まっちゃって、時が止まったっていうか、なんだこの曲みたいな、なんて綺麗なんだと思ったのがきっかけで、そっからもう海外のコーラスグループをめちゃくちゃ漁って、もう聞いて聞いて、これはちょっとマジでシンガーになりたいし、なんなら
コーラスグループやりたいってもうその時に思ってて、それがきっかけでもうプロの世界に行きたい、そっちの世界に行きたいって思ったのはそれがきっかけでしたね。だから歌手というよりかも本当にハーモニー、ハーモニーにもこう魅了されちゃったわけですね、はい、その時にもうやられましたね。いやーいい話だな。ゆうひくんは？僕もあの中学生ぐらいなんですけど、はい、それこそもう LDH が大好きだったので、 EXILE さん3代目さんがちょうどもうめっちゃ来た時にもう本当かっこいいなと思って、こういう風になりたいなと思って、もうその友達とそっから毎日カラオケに行って練習してみたいな日々過ごしました。あ、そうなんだ、はい、だって3代目は10周年迎えさせてもらうんですけど、うん、おめでとうございます。あ、なんかデビューした時だって9歳ってことでしょ、はい、そうです、10年前9歳って言って小学生、はい、小学生でした。やばマジかそっか、でもありがとうございますって言ってもらって、いや本当憧れの存在でした。あ、じゃあ本当に LDH の楽曲が好きだったっていうイメージで。そうですね。へえ、はい、なるほどね。今日もすごいドキドキしてたあ、今市君に会えるっていう。そうなんですね。そうですよ。いやもう大ファンでしたすいません、嬉しいもんですね。なんかあんまスパークでそういう立ち位置にいないちょっとそういう風にやられるとちょっと照れますねはい、ということで、まあ、あのこのスパークなんですけども、まあ、夢をテーマにあのお話しすることが多くて、うんうんうん、あの夢に向かって頑張ることをする上でやっぱりこの中で困難とかもあるわけじゃないですか、うんうん、でも夢を叶えた2人なんで、それを克服するなんか辛かった時期とかそういうのとかあったりしますか？あー辛かった時期か、夕日はまだ入ってあれだもんな。まだそうですね。辛いと思ったことはないですね。やっぱ好きな音楽やってるっていうことだけで生きていけるなっては常日頃から思ってるんですけど、そうだな、あの結構格言とかに助けられるタイプです。へー、僕も本当ウォルト・ディズニーさん大好きで。へー、意外っすね。びっくりした、はい、ありがとうございますね。一人で行く、そのテーマパークも行くんですけど。え、ディズニーですか？はいはい、まあ、ちょっと待ってください後半にすごい情報ぶっ込んできますね年パスも持ってますし、あ、今年はちょっと厳しいですけど。へー、エンターテインメントの僕ゴールだと思ってるんで。確かに、それは間違いないですね。人を楽しませるっていう面ではあそこ最高のエンターテインメントだから、その、うん、演者としてやっぱりすごい吸収するものがあるっていうのもあれだし、音楽がすごい素敵だっていうのが、うん、やっぱ ディズニーは素晴らしいなと思って。で、そのウォルト・ディズニーの格言で、Made in the current situation is just go backwards っていう言葉が、うん、まあこれ日本語で言うと、現状維持では後退するばかりだっていう言葉なんですよ。うん、で、今のままでいいやは絶対ダメだなって、うん、その言葉にすごい僕は教えられてて、うん、明日は今日よりいい自分でいなきゃいけないっていう、その成長過程がすごく大事だよっていう意味のある言葉なんですけど、うん、まさにそうだなと思って、夢を叶える上で、うん、明日はこうなってよとか、うん、1年後はこうなってよって、そのちゃんとしたビジョンを持ってる人が、うん、なんかこう上に上に行ってる気がするんですよ。うん、確かに。でも格言とかいいですよね。やっぱ的を得てるというか、うん、刺さる、うん、成功者が言ってることだから、うん、間違いないアドバイスだなと思うんですね。そうですね。夕日はだってその中学生ぐらいにまあ歌が好きになって、はい、LDH が好きになって、はい、でそこからオーディションまで8年ぐらいありましたね。あるわけで、はい、でその中でまあ結構他のオーディションとか受けてたりしたの？そうなんですよ。それこそ LDH の、まあ、オーディションしか受けたことないんですけど。あ、はい、なるほど。そこでからあのきっかけで歌始めてってなって一回落ちて、うん、うん。そのオーディションは何のオーディション？あ、 VBA5 でしょ。5か。はい。ああ、なるほど。そうです。そこで、まあ、拾ってもらって、うん、1年半ぐらいですね、うん、そこでボーカルしてディープオーディションで受かったって感じ。そうなんだね。でもなんかそう、でもその落ちた時とかって、はい、やっぱり自分もやっぱオーディション落ちたあの経験もあるんで、はい、どうでした、感情的には？え、そうですね、でもその時歌もやってなかったので、うん、でもなんかどっかでまあいけるだろうってなんか変な自信があって、うん、でその時に、まあ、初めてそうやって脅されて、うん、
もうそこから気合が改めて入りましたね。なんか歌頑張ろうって思いました。確かにね、ちょうどそこからです。でも俺も一緒で、うん、落ちてからやっぱ本気になった感じがあったんですよね、うん、それまではちょっとそのユーフィと同じ感じで、うん、いやちょっとワンチャンいけんじゃないかな、ちょっと軽い、あと実力試しっていうのはあったんですけど、ね、初めて受けたオーディションで、うん、でもすごい落ちてから火がついて真剣に夢を叶えようっていう気持ちになったので、うん、もしかしたらいろいろ経験するといいかもしれないですよね。確かに変えることで、うん、挫折するのもいいと思うし、負けを知ってからやっぱこうね、はい、さらにこうやろうって気になるっていうのはまさにそうですよね。うん、はい、じゃあありがとうございます。それではですね、ここでユーフィにですね選んでもらった秋に聴きたい曲をお届けしたいと思います。これは誰の何て曲ですか？はい、清水翔太さんの君が暮らす街っていう曲なんですけど、はい、すごい本当に切ない曲で、うん、僕がまあちょっと失恋した時にまあ聴いてた曲なんですけど、ちょうどこれ聴いてたのがなんか肌寒くなってきた季節ぐらいだったんですよ。だから本当秋、今ぐらいです。だから今ちょっとまあ肌寒くなってきた時に聴きたくなる曲ですね。うん、ってことですね。はい、はい、それではじゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。清水翔太で君が暮らす街。お送りする曲は清水翔太で君が暮らす街。はい、切ないね。めちゃくちゃ切ない。切ないね。ちょっと思い出しました。いやもうその子は今頃ね後悔してますよね。ちょっとね。そうですか、理解しちゃったら。夕日言っときゃよかった。間違言っときゃよかったって。言っときゃよかった。ありがとうございます。今一の時間をお送りしているジェームズパーク。ここでは先週リリースとなったセカンドシングルのお話を伺っていきたいと思います。まずはセカンドシングル Good Love Your Love リリースおめでとうございます。ありがとうございます。前作からおよそ3ヶ月ぶりということで、うん、どんな作品になりましたか？そうですね、本当にまあ一言で言うと明るくて爽やかですごいキャッチーな曲なんですけど、うん、まあ歌詞をめっちゃこだわりまして、うん、歌詞の内容的にはその恋する男性の心の中を表した歌詞でして、うん、はい、なので今なんか恋してる人だったり、うん、まあ悩んでる人の背中も押せる曲になってると思います、うん、はい、はい、MV はバーベキューやってますね。バーベキューやっちゃったっすね。見させてもらったんですけども、はい、ありがとうございます。結構今までやっぱりああいうちょっとこうメンバー間の仲の良さとかあんまりこう柔らかいイメージそんなに自分の中ではなかったんですけど、あ、そうですね、はい、ディープの時代も確かにそうああいう感じはなかったんで、うん、すごい新鮮でしたし、なんか撮影っていう感覚全くなかったですね。本当遊びに来ました、そこにカメラ回ってましたみたいな。確かに楽しそうですね。そんぐらいの感覚だったんで、うん、新しいですよね。うん、なんかコミカルな、コミカルというかコメディっぽい感じのシーンもあったりとか、ね、マシュマロも食べてたりとかしますよね、はいはい、マシュマロってって思ったもん。俺たちいくつだと思って。いやいや全然、いやいいよ、ユーフィとか新メンバーはいいですけど、やっぱ こっちサイドはやっぱり何ですか。いや気にするじゃないですか。いやいや、まあそうですね、そう、ね、まあ多分でも本人だけだと思いますよ。あ、本当すか、はい、あ、ほら優しいわ。言ってくんねえよそういうの。で言ったじゃないですか。いやでもなんかすごい新しい一面だなと思いました。なんかそうですね、ディープスクワットならではっていうか、うん、やっぱりその新メンバーが入って新しい風が吹いて、すごい表現の幅が増えたんだなっていうふうに感じましたし、 ありがとうございます。で曲もすごいキャッチーですし、うん、やっぱあそこのあれは結構やっぱゲラ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 ゆら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 グラ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 ですよね。すいません、合わせました。2枚目も。でもなんかやっぱこの聞き、うん、聴感上のその聞き応えというか、うん、耳に残るっていう感覚はやっぱりちょっと残したいなっていうような仕掛けはあったよね、うん、はい、そうですね、うん、絶対そういうの必要ですよね。その引っかかりみたいなのは絶対あった方がいいと思うので、うん、はい、すごいいいな、いい曲だなっていうふうに、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてオンラインライブ、はい、11月21日に行うということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ディープスクワットプレミアムライブ2020ニューストーリーというタイトルで、はい、初のワンマンライブになりますね。はい、まあ、オンラインという形ですけども、でも6人
トイロのステージになると思いますし、うん、あとやっぱ6人全員メインボーカルではあるので、うん、こう変幻自在のエンターテインメントっていうのを展開していこうかなと思ってて、はい、いろんな組み合わせで曲をやっていこうかなと思ってて、ね、ディープのオリジナルメンバーだけのこう、うん、コーラーがあったり、いい、ね、はい、昔の曲を、うん、新鮮に6人で歌ってみたりとか、うん、4人組み合わせて歌ってみたりとか、うん、だからそういうなんかいろんな見せ方をできればなっていうふうには思ってるんで、うん、多分面白いエンターテインメントっていうかステージになると思います。確かに今の話聞いたらすごい見たくなりますね。 ありがとうございます、うん、で新メンバーがディープの元々の曲を歌うのもありだしっていう、はい、確か可能性やっぱ広がりますよね、新メンバーが。そうですね、すごいフレッシュになりましたし、はい、ということで11月21日に行われますので、はい、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ということで早いですがお別れのお時間です。はい、ということでぜひですね、このラジオ聴いてるリスナーにメッセージそれぞれお願いします。はい、そうですね、まずこのニュー配信シングルの Good Love You Are Love、皆さんチェックしていただいて、実は振りとかも TikTok で作らせてもらってて、おー、そうなんですね。実は、はい、はい、いろんな角度からこれもう新メンバーを中心にね、動画もアップさせていただいてたり、はい、あとまあこれドラマのエンディングテーマとしても起用されてますんで、ぜひぜひドラマとともに楽しんでいただきつつ、はい、このオンラインライブですね、はい、はい、初のワンマンなんで、皆さんとオンラインではありますけども、皆さんにこう寄り添えるような歌と、ステージを、作っていきたいなと思ってますんで、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、次お願いします。はい、Good Love Your Love リリースさせていただいたんですが、まあたくさんの方に聞いていただきたいなと思ってますし、うん、まああとオンラインライブさせていただくということで、うん、まあ僕たちはもう本当に初めてのワンマンライブなので、うん、すごい気合入ってるので、うん、たくさんの方にご参加いただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではお別れの前にですね、Good Love Your Love をお届けしたいと思いますので、曲紹介お願いします。はい、それではお聴きください。ディープスクワットで Good Love Your Love。今日はディープスクワットから、タカさん、そして夕日に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りした曲はディープスクワットで Good Love Your Love。でした。はい、ということで、今日はディープスクワットからタカさんとユウヒが遊びに来てくれました。いや、ユウヒ19歳でね、まだこれからもういろんなこと経験してね、もう現時点でもグループ結成して1年経ってかなり成長してるっていうので、これからはすごい楽しみです。タカさん、またぜひご飯でも行きましょう。またぜひ遊びに来てください。サンダーミュージックソウルブラザーズのボーカル今井亮司がお送りするスパーク、ここではですね、もう皆さん、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、アツシさん、およそ20年間、EXILE としての活動本当にお疲れ様でした。そうですね、